インドとパキスタンの関係は多数の歴史的、政治的事件により複雑で全体として敵対的な関係である。両国の関係をまず決めたのは1947年の強引なインドパキスタン分離独立であり、それによってカシミール紛争が始まったほか、両国間ではインパ戦争など何度もの紛争が起き、その結果両国の関係は敵意と疑念に包まれている。 北インドとパキスタンは人口構成や共通言語において多少重なる部分がある。1947年にイギリス領インド帝国が解消すると2つの新しい主権国家が建国された。旧イギリス領インド帝国のその後の分裂によって最大1250万人が故郷を離れざるを得なくなり推定数十万から100万人まで死者を出した。 人口で多数派を占めるムスリムと大きな少数派のヒンズー教徒のいるパキスタンが後にイスラム共和国になった一方でインドは人口で多数派を占めるヒンズー教徒と大きな少数派のムスリムのいる世俗国家としてまとまったパキスタンは後に移民の流出とバングラデシュ独立戦争による東パキスタン分離によって少数派ヒンズー教徒のほとんどを失った 独立して間もなく、インドとパキスタンは公式の外交関係を樹立したが、乱暴な分離と数多くの領土問題は、両国の関係に暗い影を投げかけることになる。独立以降の両国は三つの大きな戦争や一つの戦線不国なき戦争をしてきたし、無数の小競り合いや軍事的対立を経験している。これら紛争の中心となったのは、カシミール紛争であるが、例外として、 第3次インパ戦争や東パキスタンの分離につながったバングラデシュ独立、戦争もあった。関係改善の試みは数多く行われている。1980年代前半以降両国関係は、シアチェン紛争や1989年のカシミール暴動の激化、1998年のインドとパキスタンの核実験、 1999年のカルギル戦争によって特に険悪になった。一部の信頼構築手段は事態の鎮静化に成功した。しかしこういった努力は断続的なテロ攻撃によって妨害されている。2001年のインド議会攻撃では両国はほとんど核戦争の瀬戸際まで行った。また民間人68人が死亡した2007年のサムジャウタ急行爆破も 両国関係における大きな展開点であった。パキスタンの武装勢力によるムンバイ同時多発テロは当時進行中のインドパキスタン和平会談に対して深刻な打撃となった。両国の新政権選挙が済んでからのわずかな雪解け期間が終わると、両国の対話はまたも2016年のプサコット襲撃事件によって行き詰まった。2016年9月、 インドが管轄するカシミールでのインド軍基地に対するテロ攻撃ではインド陸軍兵士19名が死亡し、これは近年において最悪の被害者数である。インド側は襲撃はパキスタンが支援するジハーディスト集団が起こしたものと主張したが、パキスタン側はこれを否定し、襲撃はインド治安部隊による過度の力の行使が原因となった地域の騒乱に、 対する現地の反応だったとしている。この襲撃は管理ラインを挟んでの軍事衝突を引き起こし、停戦協定違反と、さらなるインド治安部隊に対する武装勢力の襲撃が増大した。2016年以来、絶え間ない衝突、継続的なテロ攻撃、両国での民族主義的発言の増大によって、両国関係は崩壊し、関係修復の可能性がほとんど見えていない。 特に2019年プルアマ襲撃事件の後で、インド政府は1996年にパキスタンに保障したパキスタンの最警国待遇を廃止した。インドも主にパキスタン製のアパレル製品とセメントの貿易に対する関税率を200%に引き上げた。2010年代前半のインドとパキスタン両国の新政権の選挙以降、関係改善の試みもいくつかあった。 特に互いに貿易を自由化する五軽原則に基づく無差別市場参加の合意に向けてのコンセンサスの発展がそうである。インドとパキスタン両国は南アジア地域協力連合と南アジア自由貿易地域に加盟している。パキスタンは大人数を集める毎年のインド国際見本市にずっとパビリオンを出展してきた。しかし両国関係の悪化によって パキスタンの貿易会社は出展を拒否されるようになった。2015年11月、新しいインドの首相ナレンドラ・モディとパキスタンの首相ナワーズ・シャリーフは両国の交渉再開に合意し、翌月モディ首相はインドへの帰途にパキスタンを短期間予定外で訪問し、2004年以来パキスタンを訪れた最初のインド首相となった。こういった努力にもかかわらず、 両国関係は国境を越えて繰り返されるテロリズム活動のせいで依然として冷たいものになっている。2017年の BBC ワールドサービスの世論調査によるとインド人の内パキスタンの影響を肯定的に見ているのは5%のみで85%は否定的であり、一方でパキスタン人の内インドの影響を肯定的に見ているのは11%、 否定的に見ているのは62%であった。2019年8月、ジャンム・ーカシミール連邦直轄領の特別な地位を廃止するインドの国会でのジャンム・ーカシミール連邦直轄領再編成法改正を受けて、両国間にさらに緊張が高まった。パキスタンは外交関係を格下げし、領空を封鎖し、インドとの二国間貿易を中断した。 議論にふけるムハンマド・アリー・ジンナーとマハトマ・マガンディ。有名な写真で最近クルワントロイの作品と判明した。インド・パキスタン分離独立に続いた各地の暴動で数十万人のムスリムとヒンドゥー教徒が死んだ。インドに暮らすムスリムとパキスタンに暮らすヒンドゥー教徒や、宿教と数百万人の移住は現代において最大級の人口移動であった。両国は 自国領を通って移住する少数民族に十分な安全を提供していないと非難しあった。これは新たに生まれた両国間の緊張を高める要因となった。イギリス領インドの分離独立にあたってのイギリスの計画では680あった反王国はそれぞれ2つの国のどちらに加わるかを自ら 選べるようになっていた。少数の例外があるものの、ヒンドゥー教徒が多数を占める、反王国のほとんどはインドに加わり、他方ムスリムが多数を占める、反王国のほとんどはパキスタンに加盟した。しかしこの時の一部の反王国の判断が、後に、パキスタン・インド関係に強い緊張をもたらすことになる。ジュナーガドは、現代のクジャラート州、サウラシュトラ地域の一部である。 ジュナーガドは、グジャラート州の南西端の県で、マナバダール公国、マングロール公国、バブリアワード公国の3公国があった。ジュナーガドは、パキスタンに隣接しておらず、マニ他の県がいくつも挟まっていた。住民は、圧倒的にヒンドゥー教徒が多く80%を占めていたが、統治者、ナワブ・マハバート・カーンはムスリムであった。 マハバート・カーンは1947年8月15日にパキスタンに加盟した。パキスタンは1947年9月15日に加入を最終的に承認した。インドはこの加入を正当なものと認めなかった。インドの立場はジュナーガドはパキスタンに隣接しておらず、多数を占めるジュナーガドのヒンドゥー教徒はインドへの加入を欲しており、 この件は三肩をインド領に囲まれているというものであった。パキスタンの立場は、ジュナーガドには統治者と政権があってそれがパキスタンへの加入を選択したのだから、それが認められるべきだというものであった。また、ジュナーガドには海岸線があるため、インド国内の飛び地としてパキスタンとの海運を維持できた。両国ともこの問題を平和的に解決できず、 すでに熱気を帯びた状況を悪化させただけであった。バルダブバーイーパテールは、ジュナーガドのパキスタン加盟を認めてしまったら、グジャラート州全体に騒乱が起きる恐れがあると感じていた。インド政府は、グジャラート州での暴動を予防するために、パキスタンに同意を一旦無効にし住民投票を行う猶予を与えた。サマルダスガンジーは、ジュナーガドの人民の亡命政府として、 エツィ・ハクマートを樹立した。パテールは、ジュナーガドの3公国の併合を命じた。インドはジュナーガドへの燃料と石炭の供給を断ち、航空と郵便を遮断し、県境に部隊を派遣し、すでに、インドに加盟していた、マングロール公国とババリアワード公国を占領した。10月26日、インド軍との衝突が起こると、ジュナーガドのナワブと家族はパキスタンに逃げ込んだ。 11月7日、崩壊に直面するジュナーガドの宮廷は、インド政府に国の行政を引き継ぐことを依頼した。ジュナーガドのデワンは、インド政府に介入を依頼することに決心し、インド政府のサウラシュトラ地域代表ブッチ氏にその旨への所管を送った。パキスタン政府は抗議した。インド政府は、パキスタンの抗議を却下し、デワンの求めに応じて、介入を決めた。 インド軍は1947年11月9日にジュナーガドを占領した。1948年2月には住民投票が行われ、ほぼ全員一致でインドへの併合が支持された。しかしながら、パキスタンはインドによるこの併合を正式には認めておらず、パキスタン国内の地図ではジュナーガドもパキスタン領となっているものが存在する。 カシミールはムスリムが大半を占める王皇国だが、統治するのはヒンドゥー教徒の王マハーラージャ、ハリシングであった。インド・パキスタン分離独立の時、国の統治者、マハーラージャ、ハリシングは独立を保つことを望み、インド連邦にもパキスタンにも参加したがらなかった。インドとパキスタンの両国が王皇国を独立した中立国と認めてくれることを望んでいたのである。 パキスタンとの停戦合意があったにもかかわらず、パキスタン軍の一部がカシミールに派遣された。パキスタンの民兵組織の支援を受けて、パシュトゥン人のマースード族が1947年10月に、グルマーグ作戦の名のもとに、カシミールに侵攻し、同地を占領しようとした。部隊は10月25日に、バーラーム裏に到達し確保した。 そしてわずか 50km 先のシュリーナガルに進めば、無防備な飛行場を確保できたのにそうしようとせず、数日間バーラーム裏に止まった。カシミールの保安部隊は、弱体で装備も貧弱なためパキスタン軍とは、戦えないことが判明した。マハーラージャは、この侵攻がパキスタンへの併合につながることを恐れて、インドに接触し、カシミールを守る部隊の派遣を要請した。 インドのネイル首相は部隊を送る準備をしたが、インドの副総督、ルイス・マウント・バッテン卿は、インドが舞台を送る前に、インドに加盟するよう、マハーラージャに助言した。そこで彼は、猶予を許さない事態に鑑みて1947年10月26日に、インド連邦に加盟する証書に署名した。チャールズ・チェネビクストレンチは、著書、ザ・フロンティア・スクアウツでこう書いている。 1947年10月、部族兵はトラックに乗ってカシミールに入った。この作戦には少なくともイギリスの将校一名、ハービー・ケリーが参加していた。この部族民部隊が極めて重要な飛行場のあるシュリーナガルを奪取することを防ぐものは何もないようだった。確かにそうだったのだ。彼ら自身の欲以外には、特にマースード族は略奪や強姦。 殺人にふけて時間を無駄にした。その間にインド軍が空輸され、部族兵はカシミールの盆地から山岳地帯へと押し出された。マースード族は殺伐とした雰囲気で帰国した、楽勝のチャンスを逃し、シュリーナガルでの略奪もできず、物笑いの種になったのだ。パキスタンのムハンマドアクバルカーン将軍によると、進攻部隊は何か不明の理由で、 バーラームーラで2日を無駄にした。侵攻したパキスタン軍が州内に展開し、州都シュリーナガルからわずか 50km のバーラームーラを1947年10月25日から数日間略奪する一方で、マハーラージャは1947年10月26日にインド自治療への加入証書に署名した。シェイクムハンマド・アブドゥラはすでにその前日10月25日に、 デリーに到着し、軍を送るようネルーを説得にかかっていた。彼は、同州が直面する危険について、率直に話し、すぐに加入を承認し、インド軍を迅速に同州に派兵するようネルーに求めた。さらに、VP メノンが署名した、加入証書を携えて10月26日に、デリーに戻ったと記録している。翌1947年10月27日。 インド総督は少々、受領承認した。マハーラージャの署名と総督の受領承認によって、ジャムカシミール王公国は、イギリス議会が可決した1947年、インド独立法に従って、インド自治領の一部となった。この時までに進攻部隊は、州とシュリーナガルに迫っていたが、インド軍がデリーから空輸され、1947年10月27日に、 カシミールのシュリーナガル空港に着陸し、空港を確保した後、続いて、侵攻部隊をカシミール盆地から排除した。インド軍はカシミール各地からの侵攻部隊を何とか撃退したが、冬が始まると、同州の多くの場所が通行不能になった。パキスタンとインドの激しい戦いが何週間か続くと、パキスタン指導部とネルー首相は、停戦を表明し、 住民投票の約束をして国際連合の調停を要請した。1957年、カシミール北西部は完全にパキスタンに統一されアザドカシミールとなった。その後1962年には中国がラダックに接する北東部国境地帯のアクサイ人を占領した。また1984年、インドはメグデュート作戦を開始し、 シアチェン氷河の8割以上を確保した。パキスタンは現在住民投票によるカシミールの民族自決権を支持し、約束された住民投票でカシミール住民の運命を決めるべきだとしている。一方のインドはマハーラージャが加入証書に署名した以上、カシミール全域がインドと一体になったと主張している。こうした様々な政治的相違のため、 この地域の領有をめぐって1947年と1965年の戦争、さらに1999年にも紛争が起きている。カシミール州は今も1947年の紛争で合意された停戦ラインである管理ラインによって2つの国に分断されたままである。インドとパキスタンは独立時から多数の紛争を戦っている。 両国間には3つの大きな戦争、すなわち1947年と1965年の戦争、1971年のバングラデシュ独立、戦争があった。加えて1999年の非公式なカルギル戦争と何件かの国境での小戦闘があった。第二次インパ戦争は1965年4月から1965年9月に、 かけて生じた複数の小戦闘とパキスタンのジブラルタル作戦によって始まった。この作戦はジャンムカシミールに部隊を浸透させてインドの統治に対する暴動を起こさせようとしたものである。インドは報復として西パキスタンへの本格的な軍事攻撃を開始した。17日間の戦闘で双方とも数千人の損害を受け、 第二次世界大戦以来最大の走行車両による戦闘、最大の戦車戦が起こった。ソビエト連邦とアメリカ合衆国による外交的介入によって国際連合主導の停戦が成立し、続く多試験と宣言の発出によって両国の戦闘行為は終わった。戦闘のほとんどは双方の不評及び気候部隊同士で戦われ、空軍もかなりの支援を行い、 また海戦も行われた。第三次インパ戦争でパキスタンが敗れてパキスタンの幸福詔書に署名するパキスタンの宮ジ中条を独立してからのパキスタンは地政学的に2つの地域に分かれていた。東パキスタンに住むのはほとんどがベンガル人であった。東パキスタンの政治危機に続いて1971年12月の パキスタンの軍事作戦とベンガル人に対する虐殺が起こるとすぐに東パキスタンの状況は制御不能となりインドが反乱を起こしたベンガル人に味方して介入を始めたこの短いが激しい戦争は東パキスタンの独立をもたらしたこの戦争でインド陸軍は3方向から東パキスタンに侵攻し同時にインド海軍は空母ビクラン島を使って 東パキスタンの海上封鎖を行った。この戦争では、インド海軍による初めての敵港湾への攻勢作戦、トライデント作戦とパイソン作戦が行われ、カラチ港が二度攻撃された。この攻撃で、パキスタンの海軍戦力は相当部分を失ったが、インド側の艦船喪失はなかった。しかしフリゲート INS くくりが、パキスタン潜水艦の魚雷攻撃を受け、 インド海軍は一隻を失うことになった。東パキスタン侵攻から13日後、9万人のパキスタン軍人がインド陸軍とムクティバヒニに降伏した。パキスタン軍が降伏すると、東パキスタンは独立国バングラデシュになった。1998年から1999年の冬、インド陸軍は例年と同じように、 カシミールのカルギル地方の非常に高い山頂の中屯地から撤退していた。パキスタン陸軍は管理ラインを越えて、これら中屯地を占領した。インド陸軍は雪が溶けた1999年5月にこのことに気づいた。その結果インドとパキスタン領軍部隊の激しい戦闘が発生し、これがカルギル戦争と呼ばれている。インド陸軍はインド空軍の支援を受けて、 パキスタンが占領していた、駐屯地の多くを奪回した。パキスタンは、国際的な圧力と多くの死傷者により、残りの中屯地からも後に撤退した。シアチェン氷河や、コリワンなど、他の領有権争いでも関係は膠着している。インダス川水域条約はインドからパキスタンに、流入する川を管理している。 水は両国の武力紛争の原因ともなりうると指摘されたことがあるが、現在までのところにムーバーズ後水力発電所のような問題は外交を通じて解決されている。1949年、インドは共同体での暴力、脅迫、当局の抑圧のために東パキスタンから西ベンガル州などの州に流れ込んだ100万人に迫るヒンドゥー教徒の難民を記録した。 難民の状況は、ヒンドゥー教徒やインドの民族主義者を憤慨させたし、難民を吸収しきれない、インドの各州において、資金上の負担となった。ネルー首相とる、ダル・パテルは、戦争の可能性も否定しないまま、交渉のためにリアカットアリー・カーンをデリーに招いた。多くのインド人がこのことを、優和政策と呼んだが、ネルーは、カーンと共に、両国が少数民族の保護と少数。 民族委員会の創設を約束する条約に署名した。カーンとネルーは通商条約にも署名し、平和的な手法で双方の紛争を解決すると約束した。数十万人のヒンドゥー教徒が徐々に東パキスタンに帰還したが、両国の関係におけるこの雪解けは主としてカシミール紛争のために長くは続かなかった。アフガニスタンとパキスタンも国境をめぐり、 歴史的に対立してきた。歴代のアフガニスタン政権はこのラインを国境として承認することを拒否してきた。このことは両国間に強い緊張をもたらし、さらには軍事衝突まで引き起こしたが、ここではパキスタンが勝利した。パキスタンはアフガニスタンがバルチスタンの分離主義半島をかくまい。 遠く1950年代からパシュトゥン人とバルーチスターン人の分離主義的傾向に資金援助しようとしてきたと以前から非難している。1970年代、ズルフィカール・アリーブッの下でパキスタンは報復としてアフガニスタンのイスラム主義派閥を支援し始めたと考えられている。これらの派閥はソビート連邦や南アジアの同盟国インドと 有効的であったアフガニスタン政権に対して反抗的であることが判明した。後にソビエト連邦はアフガニスタンのイスラム主義者がさらに力を得て最終的に国権を奪取するのを防ごうと介入したがこれは後に大失敗に終わった。アメリカ合衆国とその同盟諸国はソ連が直接にアフガニスタンに関与することを恐れてソ連の力をそごうと アフガニスタン国内のムジャヒディに対するパキスタンの支援に手を貸し始めた。1978年からのアフガニスタン紛争ではすべての勢力が大きな損害を受けて手詰まり状態になりソ連にとって大きな損失となった。国際合意に従ってソ連は撤退した。しかし様々なアフガニスタンの派閥は誰が権力を握るかについて一致できず互いにまた ソ連やイラン、パキスタンなどの外部支援勢力とも戦った。外部からの支援が続いたため、1989年からは内戦に発展した。そこではパキスタンがターリバーンを支援して、アフガニスタン国内の利権を確保し戦略的支援を提供しようとしたのに対し、インドはじめたの周辺国は北部同盟を支援した。ターリバーンが アフガニスタン紛争において多くの地域で北部同盟を破ると、タリバーン政権はパキスタン他に各国から支援を受け続けた。そこに9月11日の攻撃が起きた。インドは断固としてタリバーンに反対し、支援するパキスタンを批判した。インドは正式に国際連合と共に北部同盟の政権を承認し、北部同盟との関係を格好たるものにした。 インドがパキスタンの隣国アフガニスタンとの関係を深め、同国内で存在感を増したことはパキスタンを悩ませた。カーブルでの2008年インド大使館爆破はアフガニスタンのカーブルにあるインド大使館へのテロとしての自殺爆弾攻撃で現地時間2008年7月7日午前8時30分に起こった。アメリカの情報関係者はこの攻撃は パキスタンの軍統合情報局が計画したものだと述べた。パキスタンはいかなる責任も否定しようとしたが、ジョージ・ w ブッシュ大統領は、パキスタンのユース・フラザー・ギーラー・ニー首相に証拠を突きつけ、もう一度同じような攻撃があれば、重大な行動を取らねばならないと警告した。パキスタンは、ジャンムとかシミールの暴動とアフガニスタンでのテロに関わっているとして、インドやアフガニスタン、 アメリカ合衆国、イギリスから避難されている。2009年7月、アースイフ・アリー・ザルダーリー元パキスタン大統領は、パキスタン政府が短期的な外交目標を達成するために、複数のテロ集団を創設し要請していたことを認めた。2008年に、ブルッキングズ研究所中東政策センターが発表した分析によると、パキスタンはテロ集団を援助するなど、 テロ支援について世界で最も活動的な国でありカシミールでインドと戦う様々なテロ集団を昔から援助してきたほかアメリカを後ろ盾としたアフガニスタン政府と戦っているタリバンの主要な援助国でもあるアメリカの外交問題評議会が公表した複数の報告書によるとパキスタン軍と軍統合情報局はアルカアイダの一員である ジャイイコールエイコールムハンマドをはじめカシミールで活動するテロ集団への密かな支援を行った。パキスタンはカシミールでのテロ活動との関わりを一切否定し、インドの支配から逃れようとする分離派集団への政治的、精神的な支援をしているに過ぎないと主張している。カシミールの武装組織の多くはカシミールのパキスタン支配地域に本拠を置いており、 インド政府はこれを支援のさらなる証拠だとしている。ジャーナリストのスティーブン・スレーマン州ー,ーツは複数の武装組織や犯罪組織がパキスタン軍の交換、諜報機関、ISI、その他同国の軍事組織から支援を受けていると記している。暴力事件の例パキスタンのテロリストが行ったとされる事件のうち断然衝撃が大きかったのはインド国会への襲撃であった。 インドはパキスタンが多数の襲撃を行ったと非難し、パキスタンはこれを強く否定して、2001年から2年にかけて両国は核戦争の瀬戸際にまで進んだ。しかし国際的な平和への努力によって、核能力ある両国の緊張は緩和に向かった。この他で最も有名なのは、インディアン航空814便がネパールのカトマンズからニューデリーに向かう途中で、 ハイジャックされた事件である。同期は1999年12月24日、離陸から約1時間後にハイジャックされ、アムリトサル空港に、それからパキスタンのラホールに行かされた。燃料の補給後に航空機はドバイに向けて離陸し、最終的にアフガニスタンのカンダハールに着陸した。激しいメディアの圧力を受けながら、インド政府はハイジャック犯の要求をのみ、 地中のインド人乗客の解放と引き換えに、マスード・アズハルを釈放した。しかしこの決定は、インド政府に多くの犠牲を払わせることになる。マスード・アズハルは、カラチに潜伏していると考えられ、後に、カシミールのインド治安部隊に何度もテロ活動を行った組織ジャイエイコールムハンマドの指導者になった。2000年12月22日、 ラシカレトイバに属するテロ集団がニューデリーの有名な赤い城を強襲した。この城にはインド陸軍部隊が配備され、中央捜査局とインド陸軍が共用する警備厳重な尋問室がある。テロリストは赤い城周辺の警備をうまく破って、勤務中のインド軍人に銃撃を開始し、その場で二人を殺害した。これはインドとパキスタンが停戦を宣言して、 わずか二日後の事件であった点が特に注目された。2002年、インドは再び、ジャンム・カシミールからのテロリストがインドに潜入してきていると主張し、パルベーズ・ムシャラフ・パキスタン大統領は、この種の潜入はすでにやんでいると否定した。インド外務省の報道官はこれを、言葉の使い方がおかしいと切り捨てた。わずか二ヶ月後、ジャイ,イコールエイコールムハンマドに属するカシミールの、 テロリスト二人が、グジャラート州アフマダーバードのスワミナラヤン、テラ総合ビルを襲撃し、女性18人と子供5人を含む30人を殺害した。この襲撃は、ジャンムカシミールで、州選挙が行われてからわずか数日後の2002年9月25日に発生した。二人のテロリストからは、同じ文面の手紙が見つかり、この襲撃が2002年グジャラート州暴動で、 数千のムスリムが死亡したことに対する報復として行うものだと主張する内容であった。2003年8月25日には2個の自動車爆弾が南ムンバイで爆発した。1個はインドモン近くで、もう1個は有名なザベリバザールで爆発し、少なくとも48人が死亡し150人が負傷した。どこのテロ集団も犯行声明を出さなかったが、 ムンバイ警察と RAW は2つの爆発についてラシカレトイバの関与を疑った。2005年7月5日には失敗に終わったがラシカレトイバに属する6人のテロリストがアヨーディア・バーブリー・マスジドを襲撃した。テロリストたちは主な軽争中の場所に達する前にインド治安部隊に射殺された。ヒンドゥー教霊敗者1名と警官2名がこの事件で負傷した。 2001年にインド議会襲撃事件2001年、インド議会襲撃事件は2001年12月13日に起きたニューデリーのインド国会議事堂への襲撃事件で、襲撃犯5人を含む14人が死亡した。実行犯は、ラシカレトイバトジャイコールエイコールムハンマドのテロリストであった。この襲撃で、テロリスト5人、デリー警察職員6人、 議会警備員二人、庭師一人の計14人が死亡し、これによってインドとパキスタンの緊張は高まり、2001年から2002年のインパ対立を引き起こした。2001年から2002年のインパ対立2001年から2002年のインパ対立は、インドとパキスタンの軍事的な睨み合いで、双方が国境を及び、カシミール地区の管理ラインの両側に軍を集結させた。 この事件は1999年のカルギル戦争以来初めての大規模な軍事的対立であった。先に軍の集結を始めたのはインドで2001年インド議会襲撃事件と2001年ジャンムカシミール立法府自動車爆弾事件への対応として出会った。インドはこれらの事件はパキスタンに本拠を置く2つのテロ集団により行われ、彼らは共に パキスタンの ISI の支援を受けていると主張したが、パキスタンは否定した。国際的な外交上の調停により緊張は収まり、2002年10月にインドとパキスタンの部隊は共に国境地域から撤退した。2007年サムジャウタ急行爆破事件2007年、サムジャウタ急行爆破事件は、サムジャウタ急行を狙った2月18日のテロ攻撃であった。 サムジャウタ急行は、インドのニューデリーとパキスタンのラホールを結ぶ、国際列車で、インパ国境を越える日本の列車の一つである。少なくとも68人が死亡し、ほとんどは、パキスタン国民であったが、一部は、インドの治安部隊員や、民間人であった。ムンバイ同時多発テロパキスタンのテロリスト10人による、ムンバイ同時多発テロでは173人を超える。 人が死亡し308人が負傷した。犯人側の唯一の生き残りで、実験中に逮捕されたアジマルカサブは、パキスタン国籍であることが判明した。この事実は、パキスタン当局が認めた。2010年5月、インドの裁判所は、4件の殺人、インドに対する戦争遂行、共謀、テロの罪で有罪とし、死刑判決を言い渡した。インドは、 襲撃事件を計画し実行したとして、パキスタンに拠点を置く武装組織ラシュカレトイバを非難した。インドの当局者は、真理のため容疑者を引き渡すようパキスタンに要求した。当局者はまた、襲撃の高度な手法から見て実行犯は、パキスタンの公的機関の支援を受けているに違いない、とも言った。2009年7月、パキスタン当局は、 ラシカレトイバガカラチとタッターの拠点から襲撃事件を計画し資金提供したことを認めた。2009年11月、パキスタン当局は襲撃事件を計画し実行したとして先に逮捕していた7人を起訴した。2015年4月9日、襲撃の最大の指導者ザキュール・レーマン・ラフビはパキスタンで20万パキスタンルピーの保釈金を積んで保釈を承認された。 インドの情報局 RAW は、パキスタンを中傷し、パキスタンのバロチスタンの暴動のためにボートを訓練、支援する秘密工作を行っていると言われている。インドには、核兵器開発の長い歴史がある。インドの核開発計画は、独立後間もなく、計画を始めた1944年にまで遡る。1940年代から1960年代に、 インドの核開発は軍事転用できるまでにゆっくりと進歩し国中に核電力インフラを広げた核兵器開発の決定は中国の侵攻と北インドの併合後にインド首脳陣により行われた1967年インドの核計画は核兵器開発を目指すこととなりインディラ・ガンディが注意深く監督に当たった百七十一年インドは 軍事作戦に勝利するとパキスタンに対する軍事的、政治的主導権を得た。1972年に核実験の準備を開始するとインドは1974年ついにポカラン実験地域で最初の核爆弾を爆発させた。1980年代から1990年代、インドは宇宙ロケットと核ミサイルの開発を開始し、これに応えて パキスタンもインドとの宇宙開発競争に参入した。パキスタン自身の計画は宇宙ロケットと核ミサイルを開発し、1990年代中頃に無人の宇宙船の飛行試験を始め、この努力は今日まで続いている。1971年の第3次インパ戦争で敗れたパキスタンは1972年に自身の核爆弾開発計画を開始し、 1974年にインドがポカラン実験地域で初めての核爆弾実験に成功するとその努力に拍車をかけた。この大規模な核爆弾開発計画は核開発計画に対する直接の対応として出てきたものである。1983年、パキスタンは密かに一連の分裂なしの実験を成功させるという画期的な成果を収めた。 パキスタン政府はこれらの冷たい実験について公式の発表は行わなかった。次の数年の間、パキスタンは全国的に各電力計画の拡大、近代化を行い、電力を供給するとともに国家経済への下支えとした。1988年、いずれの国も各施設を攻撃しないと約束する相互取り決めが両国間でなされた。 同じく1988年には文化交流と民間航空機に関する合意も開始された。1998年、インドは2回目の核実験を行い、これに応える形でパキスタンも初の核実験を成功させた。1971年の戦争後、パキスタンとインドは関係正常化に向けて緩やかに前進した。1972年7月、 インドのインディラガンディ首相とパキスタンのズルフィカール、アリーブト大統領は、シムラーのインド軍中留置で会談した。二人は、シムラー協定に署名し、それによってインドは、パキスタン兵と西側の獲得した領土を返還し、双方の交渉を通じて平和的な手法で紛争を解決することになった。外交関係と通商関係も1976年に再開した。 1997年、交換級の対話が3年の中断を経て再開した。パキスタンとインドの両首相も2度会い、外務大臣同士は3時にわたる会談を行った。1997年6月、両外務大臣は今後の会談のテーマとなるべき8つの重要問題を明らかにした。独立時からの問題であるカシミールの状態に関する紛争は、 今も両国の対話における最大の障害物である。インドはかつての王公国全体がインド連邦と一体になったとの立場を崩さず、他方パキスタンは州や県の住民による自決を求める国連決議を重視すべきだとしている。しかしパキスタンは同じ決議の前半が定めたすべての占領地域からの退去には従っていない。百九十七年九月には カシミールの問題と平和や安全保障の問題をどう扱うかの枠組みづくりをめぐって対話は決裂した。パキスタンは2つの問題を個別の審議会で扱うべきだと主張した。インドは2つの問題は他の6つの問題とともに同時並行で取り扱うべきだと応じた。1999年2月にはラホールにおいて 両国首相の会談と三つの合意文書への署名があり、対話再開への努力が一気に大きな力を得た。しかし、同年10月には民主的に選ばれたナワーズ・シャリーフ政権がパキスタンの軍事クーデターによって転覆し、両国関係はまた後退した。2001年、アーグラで首脳会談が開かれ、パキスタンのパルベーズ、 ムシャラフ大統領が同地を訪れて、インドのアタルビハーリー・バージペイ首相と会った。会談は失敗に終わった。2004年6月20日、インドで新政権が機能すると、両国は核実験禁止協定を延長し、核戦争に発展しかねない誤解を防ぐために、両国の外務大臣官にホットラインを設置することに合意した。バグリハールダム問題は2005年に、 パキスタンから提起された新しい問題である。マンモハンシン博士が2004年5月にインドの首相になると、パキスタンのパンジャブ州政府は敬意を表して、誕生地側を模範的な村として開発し、ある学校に彼の名をつけると発表した。また、インド国内には、パキスタンという名前の村があり、長年の内折に触れて、名前を変えるよう圧力を受けながらも村の住民は、 これにこうしている。この地域の暴力的な活動は2004年に沈静化していった。大きな理由が2つある。両国政府間の緊張緩和によって2003年に停戦が成立したこと、そしてインド陸軍が管理ラインにフェンスを設置したことである。さらに、国際社会から厳しい圧力を受けて、パキスタン政府は国内にある武装組織の 訓練キャンプに対する対策を取らざるを得なくなった。2004年、両国はこの地域所在の部隊を減らすことでも合意した。圧力を受けて、カシミールの武装組織もインド政府に対話と交渉を申し入れ、インドはこれを歓迎した。インド国境警備隊は、テロリストがパキスタンからインドに潜入する際には、パキスタン軍が必ず援護射撃をしていると非難した。同様に、 パキスタンもバルーチスターン解放軍などパキスタン国内で展開するテロ組織を支援しているとインドを非難した。2005年にはパキスタンの情報省シェイクラシットがパキスタンのカイバル・パクトゥンクワ州で1990年にテロリスト訓練キャンプを運営していたとの訴えが出た。パキスタン政府はこれは両国の現在の平和に向けた動きを妨害しようと するものだとして、大臣に対する告発を却下した。インドもパキスタンもともに、両国間の緊張を緩和するいくつかの相互、信頼構築措置を開始している。この中には、交換同士の対話の増加、詐称発給制限の緩和、両国間のクリケット国際試合の再開といったものがあった。シュリーナガル・ムザファラバード間のバス路線開設も、両国を近づける助けになった。 パキスタンとインドはまた経済面で互いに協力することも決定した。関係改善の印は、インパ国境近くの一連の輸送網再開に見られ、中でも特に重要なのは、バス路線と鉄道路線である。2005年7月には、武装勢力の一グループがパキスタンからカシミールに潜入を図り、インド治安部隊と武装勢力との大きな衝突が起こった。同月には、 カシミールの武装勢力がアヨーディアーとシュリーナガルを攻撃した。しかしこの新事態は平和に向けた動きにほとんど影響を与えなかった。2008年3月3日、スパイ容疑で1975年からパキスタンに収監されていたインド人1名が国境を歩いて越え自由のみとなった。この無条件釈放は両国の関係を改善するために行われたと、 パキスタンは言っている。2006年、国境なき友人計画が二人のイギリス人旅行者の助けを得て始まった。アイデアは、インドの子供とパキスタンの子供がペンフレンドになって友好的な手紙を出し合うというものであった。この発想は、両国で非常に成功し、主催した団体がとても対応しきれないと述べるほどになった。また、最近、 世界最大のラブレターがインドからパキスタンに送られた。2010年12月、パキスタンの新聞数紙がインド政府上層部とパキスタン国内武装勢力との関係についての記事を掲載し、それはアメリカ外交公伝ウィキリークス流出事件で判明したと主張した。イギリスの新聞ガーディアンにはウィキリークスが流出させた公伝があったので調査した結果、 パキスタンでの主張は、正確でなく、ウィキリークスはプロパガンダ目的で悪用されていたと、結論した。2011年2月10日、インドは11月26日のムンバイ襲撃事件の、後で一時中断したパキスタンとの対話を再開することに合意した。インドは、あらゆる外交関係を中断し、パキスタンがムンバイ襲撃事件の被告人に対して行動しない。 限り継続はあり得ないとしていた。2012年4月13日には、インドがパキスタン国内で最警国待遇を獲得したという関係改善を受けて、インドはパキスタンからインドに対する直接投資に関する制限を撤廃することを発表した。2012年7月11日、パキスタンの外務大臣は、プノンペンでパキスタンは過去に締結した合意に基づいて、 サークリーク、シアちゃんなど一部の紛争を解決する意思があると述べた。2012年9月7日、インドの外務大臣は、パキスタン外務大臣とともに、両国間の対話の進捗を検討するために3日間パキスタンを訪問すると発表した。インド西部地震への対応として、パキスタンのパルベーズムシャラフ大統領は、イスラマバードからアフマダーバードへの救援物資を、 積み込んだ飛行機1機を送った。同機は200丁のテントと2000枚以上の毛布を運んだ。さらに大統領はインド首相に電話で地震での損害についての同情を表明した。インドは10月8日の2005年パキスタン地震への対応としてパキスタンにふんだんな援助を送った。インドとパキスタンの高等弁務官は援助作業での協力について協議した。 インドは食料や毛布、医薬品など25トンの援助物資をパキスタンに送った。インフォシスなどのインドの大企業は22万6千ドルの義援金を提供した。10月12日には、イル -76 輸送機1機がトラック7台分の軍の医薬品1万5千枚の毛布、50丁のテントを空輸し、ニューデリーに戻った。ある空軍幹部は、 もう一度同様の空輸ができるよう準備しておくよう、インド政府から要請を受けたとも述べた。10月14日、インドは、ワーガを通る鉄道で、パキスタンに2度目の援助物資を発送した。内容は5000枚の毛布、370丁のテント、5トンの樹脂製、シート、12トンの医薬品などである。さらに3度目の医薬品や援助物資もすぐ後で、鉄道で送られた。 インド政府はパキスタンへの援助として2500万ドルの供与も約束した。インドはパキスタン自身の救援作業のために、インパカンの管理ラインにあるプンチチクチャカンダバグの3カ所の検問所の一つを解放した。このような暖かい態度は、インドとパキスタン両国の信頼、親善、共同の新しい時代の兆しとなった。インドはダウード・イブラヒムなど、 最重要の指名手配されたインド人逃亡犯がパキスタンにいると非難してきた。2011年5月11日、インドはパキスタンに隠れている指名手配された最重要逃亡犯50人のリストを公表した。これはアボタバードの屋敷でウサーマビン・ラーディンが殺害された後のことでパキスタンに戦術的な圧力をかけるためであった。この リストの誤り2件が報道されると、インド中央調査局は再調査を行うとして、リストをウェブサイトから削除した。その後、パキスタン内務省はインドから、パキスタン政府に送られた、インドの最重要指名手配犯50人のリストを拒絶し、リストに上がった人々が国内で生きているかどうかをまず確かめるべきだとした。インドとパキスタン、特に北インドと、 東パキスタンにはインドアーリア系共通の歴史遺産としてある程度まで同種の文化や料理、言語があり、それは両国とアタイ陸北部の大部分に広がって、両国の歴史的なつながりも支えてきた。パキスタンの歌手や音楽家、漫才師、芸人はインドでも広範な人気を博し、インドの映画産業をボリウッドで人よにして、名声を得る者も,も多い。同様に、 インドの音楽や映画はパキスタンでも非常に人気がある。南アジアの最北端に位置するパキスタンの文化は北、インド、特に北西部の文化に通ずるところがある。パンジャーブ地方は1947年に両国が分裂独立した際にパキスタンのパンジャーブ州とインドのパンジャーブに分かれた。パンジャーブ人は今日パキスタンで最大の民族であり北、インドで重要な民族でもある。 執教の教祖は今日のパキスタンのパンジャーブ州で生まれた。毎年数百万のインド人執教巡礼者が南カーナサーヒブの執教の聖地を訪れるために国境を越えている。シンド人はパキスタンのシンド州の先住民族である。ヒンドゥー教シンド人の多くは1947年にインドに移住し、同国にかなりの規模のシンド人社会をもたらした。加えて、 独立時にインドから新たに建国したパキスタンに移住した数百万のムスリムはムハジル人と呼ばれるようになり、主にカラチに住んで今もインドと家族的なつながりを維持している。パキスタンとインドの関係はメディアや通信といった手段によっても続いている。平和への希望はザ・タイムズ・オブ・インディアとジャングメディアグループの間の共同事業、運動として相互の平和と 外交的、文化的関係の発展を求めている。ワーガ近郊のインドパキスタン国境で夕方に行われる国旗の王式インドパキスタン国境は、パキスタンのパンジャーブ州及びシンド州とインドのパンジャーブ州、ラージャスターン州、グジャラート州との境界を定める正式な国境である。ワーガの国境は、インドパキスタン国境と道路が交差する唯一の地点であり、 パキスタンのラホールをインドのアムリトサルとつなぐ有名な大感動場にある。毎日夕方になると、両国の国旗を下ろし、双方の衛兵が、ことさらに軍事的なポーズを示して、握手を交わす、和が当たりの国境式典が行われている。ヒンドゥスターニー号は北インドとパキスタンのリングは、フランカで、さらにそれぞれの国の標準語である。 ヒンディー語やウルドゥー語も同様である。標準語のウルドゥー語は、標準語のヒンディー語と相互理解が可能である。ヒンドゥスターニー語も広く、スリランカ人やネパール人、バングラディシュ人などの南アジア人の間のリングは、フランカとして聞く話すが行われ、また、インドは大陸のほとんどの地域が楽しむ、ボリウッド映画の言語でもある。ヒンドゥスターニー語に加えて、インドとパキスタンでは、 主に人の交流を通じて、パンジャーブ語、カシミール語、シンド語が共通して分布している。これらの言語はインドは大陸の国々で話される、共通のインド語群に属している。時には、インド人とパキスタン人が国際結婚をすることもある。また、両国の文化には広範な類似点があるため、離散したインド人とパキスタン人の間では、結婚が多く、特に、 アメリカが衆国でそうである。2010年4月、パキスタン注目のクリケット選手、ショアイブ・マリクは、インドのテニススター、サニア・ミルザと結婚した。この結婚は、多くのメディアの注目を集め、インドとパキスタン両国を呆然とさせたと言われた。両国間のクリケットや、フィールドホッケーの試合は、しばしば政治的な色合いを帯びてきた。 ソビエト連邦のアフガニスタン侵攻の頃、ムハンマド・ジアウルハク将軍はインドが第二戦線を作ってソ連を支援することを思いとどまらせようとクリケット外交のためにインドに向かった。パルベーズム・シャラフも10年以上経って同じことをしようとしたが効果はなかった。テニスではインドのローハン・ボパーナとパキスタンのアイサム・イコールウルハク・クレッシが男子ダブルスのペアを組んで 好成績を上げ、インパ休校とあだなされた。世界中様々な国に、インド系移民と在外インド人、及び在外パキスタン人が相当な規模でいるため、両者は離散者同士として、しっかりとした関係を築いている。イギリスに住む少数民族のうち人口で、第1位と第2位にあたる在営インド人と、在営パキスタン人とは、互いに、 友好的な関係であると言われている。他の国でも南アジア系の居住地域に、リトルインディアとリトルパキスタンとが共存していることは多い。在英イ,インド人と在英パキスタン人とが同じ地域に平和的に協調して住んでいる都市として、バーミンガム、ブラックバーン、マンチェスターなどがある。イギリスに住むインド人とパキスタン人は共に在英アジア人に分類されている。 イギリスはパキスタンとインドの友好交流の中心地でもある。アメリカ合衆国ではインド人とパキスタン人は南アジア系アメリカ人に分類され多くの文化的特徴を共有している。アメリカ合衆国ではインド人とパキスタン人の通婚は珍しくない。イギリスの欧州議会議員サッチドカリムはパキスタンの出身で欧州議会インド友好議員連盟の会員である。 カリムはヨーロッパをインドとの自由貿易に解放するのにも預かった。彼は2008年のホテルタージでのムンバイ襲撃事件を過労じて逃れた。残虐行為があったにもかかわらず、カリムは生き残った犯人に始まるかさぶに死刑判決を言い渡すことを望んでいない。公平かつ透明な審理が行われたと考え有罪、判決を支持する。しかし、死刑制度には賛成しない。 終身刑を下すべきだと思うが、それは文字通りの終身刑だといった。直接のルートでの通称は現在公式には禁止されており、そのためインパカンの通称の大半はドバイ経由で行われている。ありがとうございます。